はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、宅建合格するための秘密の勉強法ということで、まあ、今回の動画を合わせて3回にわたってお伝えしていこうと思います。で、まあ、秘密の勉強法の秘密って書いてあるんですけども、まあ、実は今からお伝えする動画、まあ、だいぶ昔に作った動画なんですね。で、この動画については一般公開してなくて、一部の人にしか見れないような状況にしてたんです。それを今回公開するということで、まあ、秘密の勉強法というタイトル付けさせていただきました。で、大きく分けると3つあって、1回目、この動画の後ですね、まず合格する人としない人の違いについて解説いたします。で、2回目の動画では理解学習3つのポイント、これ具体例をつけて解説していこうと思います。まあ、結局のところ言うと、宅建に合格すべくして合格するためには理解学習ってもう必須なんですね。もう丸暗記だけで学習している方、もうこれは合格できない人、合格しない人に分類されちゃうんですよ。なので2回目については理解学習の3つのポイントを具体例を入れながら解説していこうと思います。で、3回目はじゃあ理解学習分かったけれども、それを習慣化していかないといけないわけですよね。そのためには勉強時間作っていかないといけないですし、また勉強の習慣付けをしていかないといけないということで、3回目の動画では時間の使い方と勉強の習慣付けについて解説させていただきます。で、まあ、だいぶ古い動画なので、まあ、私自身もだいぶ若い時の動画なんですね。ただ言っている内容、お伝えしている内容についてはしっかりしてますんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは1本目の動画、合格する人としない人の違いについてご覧ください。今回第1回目は丸暗記学習では合格できない、合格するためには理解学習っていうテーマでお送りさせていただきます。これまで勉強してきて1回でも落ちた方は、これからお伝えするような勉強法を行っていないか確認してみてください。これから初めて勉強する方は、これからお伝えするような勉強の仕方は間違ってるんだってことを頭に入れながら、これから勉強していきましょう。ではまず初めの合格できない勉強の仕方についてお送りさせていただきます。それは参考書と過去問集だけで勉強している方なんですね。まあ、宅建合格する方っていうのは、15% ですよね。15% ってことは 85% の方が落ちてるわけですよね。普通の勉強していたらこの 85% に入ってくるわけですよ。で、今回お伝えするのはおそらく普通の勉強の仕方です。参考書を買って、過去問集買って、それだけで勉強する。予備校に通われている方も同じなんですね。予備校を通って参考書っていうか、まあ、テキストかな、まあ、支給されますよね。また過去問集や演習問題、問題集など、たくさんね、もらうと思います。で、それだけで勉強する、これ実は合格できない勉強なんですよ。これなぜかっていうと、そこに記載されている内容、理解できるかっていうと大体が理解できないんですね。で、結果的にどうするかっていうと、そこに書いてある内容を丸暗記しちゃうんですよ。で、丸暗記するとどうなるかっていうと、過去問の点数とか予想模試の点数はどんどん上がってくるんですね。で、それなぜかって言ったら、何回も解いてるんで問題もわかるし、答えも大体覚えてるんですよ。だから点数取れる。で、結果的に過去問とか予想模試は40点以上取れる。じゃあ本試験になるとどうなのか。初めて見る問題ですよね。問題文がわかんない。なんか覚えた内容も、曖昧で、結局、混乱しちゃって解けない。で、結局不合格ってなっちゃうんですよね。つまり丸暗記学習をすることによって、過去問とか予想模試の点数は上がるけれども、本試験のね、点数は上がってこない。つまり実力は上がらない。合格できない勉強の仕方なんだってことをね、ぜひ頭に入れといてください。で、続いて、予備校生や通信講座の受講者さんですね。この方々もですね、結局のところ言うと、勉強の仕方を学んでいない。どうやって考えていったらいいのかっていうものを、まあ、授業とか教科書とか、まあ、テキストですよね、に書いていないから、結局丸暗記学習になっちゃうんですね。で、結局、まあ、一番最初にお伝えした通り、解いたことある問題は解けるけども、初めて見る問題は解けない。で、結局勉強の仕方が悪いから実力上がらない。で、結果的に合格できないってなっちゃうんですね。なので、二つに共通する点で言うと、丸暗記学習しか行っていないんですね。理解をしながら学習を行っていないんですよ。だから落ちちゃうんですよ。実際弊社の個別指導では4年連続で7割超えの合格率を出しています。これの一番の要因っていうのは、理解学習をお伝えをして、それを実践しているからなんですね。弊社の個別指導の受講師さんっていうのは、
大体予備校生、元予備校生、元受講、通信講座の受講者さんっていうのが半数です。この2組を合わせて半数、半分ぐらいですね。で、残り半分はっていうと初めて勉強される方と、独学で、これまでちょっと勉強してきたっていう方です。で、比べてみても合格率は変わらないんですよ。同じぐらいです。さほど差はありません。つまり、これまで勉強してきても、来てなかったとしてもあまり変わらない。これなぜかっていうと、勉強の仕方が悪いから、どれだけ勉強しても実力って上がらないんですね。逆を言えば、ちゃんとしたね、理解学習を行っていけば誰でも合格できるっていう話なんですよ。実際ですね、これまで過去のね、受講師さんで、中卒、元とび職、法律知識が全くゼロ、勉強ほとんどできません、分数計算できません。そのような方、7月から勉強して、たった3ヶ月で一発合格しました。またシングルマザーで、家事、育児、ダブルワークで、すごい忙しい方なんですよ。で、30分っていう勉強時間取れないんですね、毎日。これはまとまった時間ってことです。で、その方はどのようにして勉強していったかっていうと、5分とか10分とかっていう細切れ時間を作って行ってもらったんですね。で、その方も一発で合格しました。またですね、高齢者、まあ、71歳だったかな、当時の方なんですけども、まあ、受講する前です。まあ、記憶力がないと。だから、もう、覚えることが苦手です。それでも大丈夫ですかっていうね、ご相談いただきました。で、結局は、その丸暗記じゃないんですよ。理解しながら学習していくんで、年齢関係ないですよって言って受講していただきました。結果的にその方も一発で合格していただきました。今言ったのは70代の方ですけども、60代の方であってもね、極度が低下してきてるって実感してる方いらっしゃるんですよ。まあそれでも合格していってます。なので年齢とか環境だったりとか、法律知識があるない、勉強ができる、できないっていうのは全く関係ありません。で、弊社の個別指導の受講者さんで、初めて宅建受験する方がいらっしゃったんですね。で、弊社の個別指導を受講していただいたんですけども、その方の会社内に、慶応卒の方がいらっしゃったんですね。で、その慶応卒の方は、もう一回落ちちゃってるんですね。で、結果的に2年目でその方が合格しました。一方で、弊社の個別指導の受講者さんっていうのは一発で合格しました。結局のところで、学歴っていうのもそんなに関係ないんですね。まあ、慶応卒っていうと、まあ、頭が良さそうに聞こえるかもしれないんですけども、勉強の仕方が間違っちゃったら、結局は落ちちゃうんですよ。だから関係ないんですね。理解学習をしたら誰でも合格できます。この理解学習について、次の動画で具体例を入れながら、3つのポイントに絞ってお伝えしていきますんで、ぜひですね、次の動画もご覧ください。